一回走ってきて、はい、わざと揺らす。イエーイ。あ、触っていいん？あ、すみません。みなさん、藤井ゆいおいです。山崎育乃女でーす。いやね、はい、この間ね、家族であの運動会の歴史について話があったの。ブラザー自身の運動会じゃなくて？あ、違う違う、運動会自体の歴史とは。どんな家族やねん。いや、なんかね、いろんなね、競技の発祥とかってめちゃくちゃ記事面白かったんだけど、あ、まあね、伝統的なやつとかもありますからね。いや、なんかさ、競争ってあるじゃん。はい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 。いや、非常に興味深いの。だってさ、運動会でまあなんか体力つけるためとかスポーツを広めるためみたいなのある中で、うん、アンパンを取る競技って何って話になったの。確かにね、なんでアンパン取り始めたの。しかもさ、まあ、バラエティ番組とかでもさ、たまに見るじゃん、なんか取るみたいな。みたいな、そう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 、うん、だってあのいろんな人が見てる中でこう口を開けてあーあーってやる、このなんとも恥ずかしい目の競技なんなんってなったの。確かにね、あの僕もね通ってきてないんですよ。 やったことなくて。ないよね、あんまり。確かに確かに。ということで、はい、パン食い競争を科学したー。科学したい。だからね、もうこの動画を見てる人はもうこう、うん、あーあーみたいな恥ずかしめられることもなくスムーズにできると。多分動画見んでももうその恥ずかしめを受ける人はおらんよ。わかんないだろ、一個だけあるかもしれないから。おらんよ。やりましょう。はい、ということで、アンパン吊るしました。じゃーん。めちゃくちゃ大変やってんけど。これ結構高さあったね。高かったよ。高っ。まず走り起きじゃん。はいはいはい。ちょ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 、で、どう考えてもむずいよね。届いてないよね、ちょっと。ちょっと飛ばないといけないんだよ、だって。おお、いい、よし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 。だって動くしさ、周りにも人がいて揺れるもんね。そう、で、しかも焦ってる。はっ。よし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 。くそー、割と惜しかったよ、今。パン食い競争楽しいけど。これだからさ、うん、要は、もう振り子になってるわけやん。はいはい、あー、そうだね。で、この振り子の周期って、うん、2π ルート10分の L で求まるのよ。あー、知ってる知ってる。 2π ルート12分の 1? 2π ルート10分の L。 へー。で、 G っていうのが重力加速度だから、うん、まあ地球上にいるとだいたい 9.8 定数ね。うん。で、うん、L っていうのがこの紐の長さよ。これね、はいはいはい。だから振り子っていうのはここに何がついてようが、紐の長さだけで揺れ方の周期が決まんねん。あー、計算できちゃうってことか。実は簡単に。なるほど。ということは、そのもう紐の長さによってこの揺れ方っていうのは決まるわけやから。あー、もう早く教えてあげればよかった。もう一回わざと揺らす。おー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 、頭しい。追いかけてどこにあるかわからへんなーになるからぐちゃぐちゃになるんだって。もう揺らしてもうて捕まえるって。なるほどなるほど。じゃあ素手でやってみよっか。まずこう一回走ってきて、はい、わざと揺らす。イエーイ。あ、触っていいん？パン食い競争触ったらダメなの？ダメなの？どうやって揺らすの？これもルール違反ですよ。え、じゃあどうぞ、ふーってやるってこと？顔でこう、ヘディング、ヘディングみたいな。触ったらじゃあ手で取ればいいじゃんってこと。それ許してもうたらもう。あ、ヘディングならいいの？ダメじゃないそれも。ヘディングはいいと思う。手で使わなければいいから、だから走ってくる。はい、くる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 。一回揺れ、いいいい。で、その揺れがもうこれで予想できるから、ダメかいよ。そうそうそう、あ、惜しい、めっちゃ惜しい。あ、惜しい。うん、ほらほら、揺れがやっぱ予測できてるからさ。2、1、ガー。あ、惜しいな。もうちょっと、ね、まあ理屈はね、最初はいいんだけど、うん、その一発目で掴めなかった場合に自分の口に当たったので動きが変わるから、だから失敗したら再ヘディングってことだね。で、一回、本当は一回揺れを止めて再ヘディングしたら理想。ああ、でもそれは止めてはもうルール違反やから。くそー。で、さっき見てて思ってんけど、口から行くときにここのね、下の角、はい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 、ここが一番口の中に収まりやすそうやって。そうだね。だから真ん中をこっからこう行くんじゃなくて、揺れてるこの角をこう。まあ、それができたらね、サバンナの鳥とかにもなれそうだよね。あの川にこう虫取りに行く、魚とか取りに行く。もしかしてそれがさ、起源じゃない？絶対ないわ。なんでサバンナ目指すんだよ、日本の運動会で。じゃあさっきの流れで、あ、だからまず来る。はい、ヘディングで角を。はい、スウェーで避けて、スウェーで避けて、2、1、2、高い。惜しい惜しい。1、2、
に。で、くるくるしてるんですけど。角を迎えに来る。はい。ああ。惜しい。頭突き。うわ、こんな揺れ方するんだよ、だって。頭突きの時に、まずアンパンの面を頭突きする。そうだね、うん。くるくるしちゃうもんね。そう。ここ。面頭突き。いい。くるくるが抑えられている。角を迎え撃つ。ああ。惜しい。ああ。きた。こんな作戦通りでいけると思わなかった。いや、これがアンパンの科学ですよ。このやり方を知ってたの？いや、知るわけない。今これもそういえば振り子やなしかないわ。やっぱ科学で全部解決すんのか。いや、どうやろう。ただまあ正直今見てて思ったことがあります、うん、はい。振り子やからさ、ヘディングして揺らすやん。はいはい。こう揺れるやん。で、振り子ってこう高くなるやん。うん。で、こう高くなるやん。うん。そこを狙ってたからさ。あ、そんなとこで撮ってた。おい、高さバリ損してた。だからもう冷静にもうこの一番最初の初期位置で揺らさずに角狙いっていうのが多分一番いい。だから監修に囲まれるとね、理性を失うんだこれは。そういうことか。ところでさ、はい、振り子で言うとちょっと一個有名な話があって、うんうんうん、二重振り子っていうのがあるんですよ。おー、聞いたことない。で、二重振り子っていうのは、まあ、カオス理論の一種。混沌ね。そう、もうまさに混沌。で、何が混沌かっていうと、まあ、計算できなくはないんだけど、ほんのちょっとの誤差で結果がめちゃくちゃ変わってしまうんで、その予測することが事実上不可能と言われてる理論があるんですよ。あー、動きがひっちゃかめっちゃかになってくとか。そう、まあ、二重振り子もそうだし、はいはいはい、例えば葉っぱが落ちるひらひらとか。これね、そう、あれも、はいはいはい、まあ、葉っぱの形とかめっちゃ計算したら計算はできる。でもちょっと何かが変わっただけで大きく結果が変わるから、もう予測はできないと。よくあれだ、千円札つかむやつだ、割り箸で。あ、そう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 。で、まさにね、ローレンツさんっていう学者がね、うん、言ったんですよ。ブラジルで、うん、蝶々が一匹羽ばたいた、テキサスで竜巻が起こるかっていう。あ、聞いたことあるかも。なんかすごい大群になるんだっけ。違います。すんごい風が吹くんだっけ。の可能性がなくはないと言い切れないよねっていう。これが、まあ、まさにバタフライエフェクトですよ。まあ、そんなカオス理論、アンパンでやるとどうなるかっていうのを見てみたくて。それがこちら。じゃーん。アンパンの二重振り子を作ってみましたんで。見たことない、こんなアンパンぶら下げてる人。まあ、なのでこうすると事実上予測不可能になるから、これをもう一回ヘディングで揺らして、うん、それでもブラザーがアンパンをキャッチすれば、ブラザーという人間はカオスを支配して飲み込んだことになる。いや、もうカオス飲みたくないけどね。すごいですね、アンパンからブラジルの蝶の羽ばたきまでつなげるっていう。もうバタフライアンパンパンだ。アンパンパン。これがバタフライアンパンパンだ。ということで、じゃあこれをちょっとやってみましょう。え、ヘディングで揺らすのは一緒ね。そう、ヘディングで揺らなければカオス理論にならないんで。結構揺らす？結構揺らす。オッケー。さあ、それでは藤原選手、カオスを飲み込むことができるのか、チャレンジスタートです。バタフライ、さあ来た来た、まずはヘディング。あー、2個あるから不規則になるんだ。めちゃ不規則、めちゃ不規則。あー、むずいねこれ本当に。あー、全然無理かも。あー、すごいすごい。おー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 。取れたな。完全に今ね、マグレで口の中に飛び込んできた。アンパン。すごい。陣地がカオス理論を超えたな。いや、超えてないわ。ということで、動画見てくださってありがとうございました。これからね、新年会、あとは学校でパンクエキオスがある人は、ヘディングをしてから角をキャッチです。頑張ってください。二度と使わんと思うわ。バイバイ。なんかね、一番最初は豚さんに油を塗って掴む競技とかあったし。滑るってこと？何それ。えぐいよね。いや、海軍の方とかがそういうの競技としてそういうのから始まって、いろいろ派生もあったらしい。それがどうやって組体操なんだよ。